まるで別世界だ。レイチェルの怒りが爆発したせいでジェームズはレイチェルを騙してた。今だって騙してる。完璧な父親なんていないよ。していいことと悪いことがある。パパだってクロエを守るためなら何でもしたさ。ねえパパ。ん？私に嘘ついたことある？ママにあげた手作りの灰皿を褒めてくれた時とかじゃなくてさ、もっとその大きな嘘をついたこと。私が傷つくようなこと。どう思う？誰だって嘘をつくことはあると思う。私もママに隠してることいっぱいあるし、だからパパにもあったと思う。パパを嫌いになるか？どんな嘘かによると思う。そこが難しいところだ。パパはクロエに嫌われるのが怖い。嫌われないためならきっと嘘だってついただろう。どうする？質問の答え本当に聞きたいかい？やっぱいい。聞かない。聞く必要ないから。このままでいい。思い出の中のパパは完璧だからな。それがパパの特権だよ。ダメ。曲を決めるのは私だから。レイチェルのためにデイモンのとこ乗り込むとか正気か？やばいだろ。クソやばい。パパがいてよかった。消えて欲しくないのか？いや、付き合ってよパパに。見ててほしい私の本気をね。